キチャンネル。こんちは。さあ皆さん、月曜日です。プロ野球全試合総チェックのお時間でございます。ということでですね、今日日曜日、まあ日付変わって月曜日ですけども、しっかり皆さんプロ野球ね、やっていきましょう。連敗しててもまだ始まったばっかりです。ね、里崎開幕11連敗あります。タイガースファンの皆さんも総チェック見てですね、気分を変えてですね、火曜日からのペナントレース向かっていきましょう。ね、まだ落ち込むのは早い。ね、しっかり見てください。ね、そういったところでいろんなことをね、気づいてね、勝ってても負けてても1年間ね、里崎チャンネル総チェックよろしくお願いします。ということでね、お送りしましょう。はい、まずはセリーグから。はい、DeNA 対ヤクルト。ね、4月1日6対1で DeNA、4月2日2対3でヤクルト。で、日曜日は雨天中止ということで、1勝1敗の五分っていう形にね、なりましたけども、1日の試合、6対1で DeNA、ね、DeNA ピッチャー、上茶谷、7回80球、2安打5三振、1失球、1失点と、まあ、キャンプの時はね、ちょっと行ったけど、こう、押し出す感っていうのはね、あったけども、この日は、ね、リリーフ、リリースがしっかりしてて、それがね、なくなって腕がしっかり振って伸びきったところで離すっていう。だからリリースポイントもすごい前になったし、上からね、投げ下ろすっていう形で、非常にこのね、押し出す感じがなくなって、ピッチングフォーム的には非常に良くなってたんじゃないでしょうかね。で、結果ね、7回89、2安打5三振、1失球、1失点ですから、ボールにね、力も伝わり、リリースポイントも良くなって、非常にね、グッと、ナイスピッチングでした。ヤクルトはね、小川、6回93球、4安打7三振、2四球、3失点。開幕同様ね、悪くなかったと思うんだよね。里崎的には。まあ、ただね、初回制球甘くなったところを、佐野にね、ライトへツーラン。で、宮崎ね、レフトへソロっていう形で3点ね。ちょっと調子を上げる前に打たれたっていうところでね、ちょっと、波にね、乗り切れなかったかなと。ヤクルトはね、村上の、センターへのホームランのみで、まあ、2安打じゃね、完敗、打つ手なしっていうところかな。で、まあ、9回ね、ヤクルト、木澤、バント処理ね、ちょっと行くの遅い。で、しかも、ワンステップ入れて、悪送球、ん?ちょっと怪しいぞっていうね、ところが見えたんで、まあ、そこら辺ね、どうなのかっていうところは、今後もね、チェックしていきましょう。まあ、1日の試合はね、ヤクルト、完敗っていうところでしたね。で、2日の試合、2対3でヤクルトっていうところでね、両先発、ヤクルト、高橋奎二、5回3分の1、89球、5安打5三振、4四球、1デッドボール、1失点と、まあ、制球悪かったね。ちょっとバラついたね。しかし、今日の出来で、今日のこの悪い出来でね、1失点。しかも、塩見のミスでね、まあ、後で言うけども、抑えたっていうところは、試合作った。こういうのが大事なのよ。1年間通して、そんな調子いい時ばっかりじゃないのよ。調子が悪くても、試合作っていくのが、ローテーション投手。で、DeNA もね、大抜き、6回101球、6安打5三振、1四球、2失点と、球数多かったね。ちょっと逆球も多くて、かなり、投球、ばらついてね、ワイルドピッチもあったけども、実質ね、山田のレフトへのホームランのみで、こちらも試合作った。だから高橋奎二、大抜きともに、このね、悪い状態の中でしっかり試合を作ったっていうところは、非常にね、大きく、ナイスピッチングだったんじゃないでしょうかね。で、DeNA ね、先ほど言ったように、2回表ね、ワンアウト2塁から山田のセンター前。で、セカンドね、関根が3塁オーバーランして、様子見てて、その中ね、センター塩見がなかなかね、内野に返さないと。それを見て一気にね、で、投げた瞬間にホームに走って、まあ、ギリギリだったけど、高走塁、関根、グッ走塁、塩見、バーッと。そういうのやってこないともったいないよね。で、ヤクルトはね、5回裏、2回2アウト2塁から、ワイルドピッチ、ね、伊藤、反応遅い。もっと早く行かなきゃ、あれは止めれたね。で、その後、塩見はね、ライトへ同意でタイムリーと、まあ、ミス返上っていうところで、まあ、ミスしてもね、こうやって取り返していくっていうところはね、非常に良かった。でも DeNA からすると、そのバッテリーエラーでね、失点。あれもしね、止めてれば、三塁、ホーム帰ってきたからどうなるかなっていうところはあるけども、やっぱそのね、痛かったね。で、あと DeNA は、6回、8回、10回と、チャンス作ったけど、関根、1本出ずっていうね、6回も、ワンアウトから佐野、牧のフォアボールで、で、パスボール、ここが、ね、バーッと。で、宮崎、敬遠されて、ワンアウト満塁から関根がね、4、6、3、ダブルプレー。ここでね、ピッチャー、田口、グッとリリーフ、よかったね。あれがね、勝負手だね。だから、この2日の試合ね、勝ったのは、田口だね。ヒーローはね。あそこが抑えれたかどうかっていうのは非常に大きかった。で、8回、1点取った後、また2アウト1、2塁で、関根ね、三振。で、10回、先頭桑原がね、フォアボール。で、楠本バント。で、佐野がね、ライトへヒット。で、牧がね、三振に倒れるけども、で、また宮崎申告敬遠で、2アウト満塁でね、関根、
セカンドゴロ。今日一本打っててね。しかも走塁も良かった時にね、ここのね、回ってくんだよね。そう打てない時にね、この6、8、10でチャンスで関根が一本出たら勝ってたけど、まあそこが一本出なかったっていうところがね、結果、10回村上のね、サヨナラ、ライトへツーベースね。しかもね、その前の山田のショートゴロ。で、大和ね、ダイビング、ね、センター抜けるのダイビング取ったけど、手につかずね、あれダブルプレー取れたけどね、でも若干三遊間寄りに寄ってたっていうポジショニングがね、ちょっと裏目に出ちゃったね。あれもしダブルプレーだったなっていうね、とこだったけど、手につかずね。で、まあその後村上のサヨナラヒットに繋がったっていうね。で、まあDNA 的には初回ね、ちょっと、高橋がバタバタしてる中でね、ピックオフ、ね、子が、ナイスグッド。あれもしあのままポンポンっていかれてたら、ひょっとしたら DNA まだね、大量得点で勝てたかもわからないところをね、ちょっと高橋の序盤のね、バタついた立ち上がりの中で、古賀のね、ピックオフっていうのは非常に素晴らしかった。ファーストランナー巻き、バーッと。でも、6回の、古賀パスボール、バーッと。いいところもあるけどね。まあだから関根も古賀もね、いいところもあるけど悪いところも出ちゃったっていうね。まあ最後は紙一重のね、一本出るか出るか出ないか、勝負どころ、それね、ダブルプレー、手につかずか、手について投げるかっていうね、ちょっと細かいところがね、ヤクルトの勝ちにつながったかなと。で、まあ日曜日はね、雨で中止というところで、1勝1敗の五分でした。続いて、中日対広島。4月1日3対2で中日、2日4対3で中日、3日1対0で中日、中日の3連勝、広島3立てされちゃいましたね。さあ、ということで、1日。3対2で中日ね。広島大瀬良8回125球8安打5三振無四球3失点と、ほんと素晴らしい投球だったんだけども、最後勝負どころで高くなったところを、まあ、逆転打通打されちゃったかなと。まあ、攻撃で言えばね、4回表ワンアウト1塁で、坂倉の、ピッチャーゴロ、大野はね、ショートに悪送球で、ワンアウト満塁になって相澤ね、レフト前逆転2点タイムリーね。でもこれでね、完全勝つ流れ、ここまでの連勝のことを考えたらね、カープ。で、しかも7回表ね、2アウト1、2塁で、菊池のサードライナー、アンラッキー。ここがね、結局広島敗戦のキーポイントだったかなと。これが抜けるか、抜けないかっていうところがね、ほんといいバッティングだったけど、ね、サードライナーになって、これがね、ちょっとキーポイントだったかなと思います、広島。敗戦のね。で、中日王の、8回120球5安打5三振2四球2失点と、まあ自身のミスでね、2失点しましたけど、投球自体は完璧。グッピチ。ね。で、その中で、やっぱりね、打つのは阿部ちゃんでしょ。マスターでしょ。ね。2回センターホームラン打って、先制して、まあその後ね、ミスもあって、4回表にね、先ほどの、相澤のタイムリーで逆転を許すんだけども、8回ね、先頭、代打やましたね、三振になるけども、大野がレフト前で、岡林センター前で、ワンアウト一三塁で、鵜飼のライトへのタイムリーヒット。鵜飼もいいね、いい感じで、ビシエドアウトになって、怒ってたね、ベンチでね。で、その後阿部センターへ勝ち越しタイムリーヒットっていうところでね、一気に逆転。大野も喜んでたね、代打だからね、変わっちゃうから、ここでね、勝ちがついたっていうところで、まあね、阿部選手ね、まあキャンプではね、レフト挑戦したり、石川の台頭でね、高橋、周平がね、セカンド行くからポジションね、なくなって、いろんなところを試して勝負にかけてきた中でね、まあ高橋が怪我してチャンスをつかんで、必死のプレーっていうところでね、そういったところで結果を出すっていうところがね、この3連勝、阿部ちゃん、結構大きいんじゃないのかな、とね、個人的には思います。で、4月2日の試合、まあ、4対3ね、広島、中日、サヨナラ勝ちでしたけども、広島ね、先発森下、7回112球、4安打3三振、1四球、2失点と、こちらも大瀬良同様、良かったのよ。良かったけど、要所で高くなったところを、まあ、通打されて、まあ、そこで、ね、ドラゴンズがよくね、仕留め切ったかなっていうところはあるんだけどもね。で、中日先発ね、笠原、6回79球、3安打3三振、1四球、2失点。まあ、立ち上がりね、ちょっとバタついたけど、尻上がりに緩急つけて、いいピッチングにね、尻上がりに修正してきたかなっていうところは、あります。広島はね、初回、西川フォアボール、菊池、バスター。いや、これがハマるんだよね、今年。ね、バスターでレフト前。で、ワンアウト一三塁ね、そのまま小園が三振して、ワンアウト一三塁になって、マクブルームがね、レフトへ、犠牲フライ、先制ね。だから広島はね、いい形で試合はしてんのよ。ね、序盤もね、1日の試合も先制されても逆転したりとか。で、このね、2日の試合もしっかりね、先制するっていうところではね、いい戦いできてんだよ。ね。
まあ、その中でね、まだ中日が4回裏、バッターでワンアウト一三塁からね、ライトへ犠牲フライ、高めに浮いてきたところをね、しっかり犠牲フライで同点。そう、でもね、すぐ5回表にね、末金プレー初ホームラングッチね。だからいい流れなのよ、カープも。なぜ負けたっていうねぐらいいい流れで、その後6回裏になんと大島がライトへホームラン、びっくり。本人にはごめんなさいね、あそこでバシコンホームラン出ると思うんだけど、このホームラン大きかったね。あと広島ね、ちょっとミス気になるね。10回裏のところで、もしね、一塁、溝脇のところで、あのバントの構えしてるのにね、ワイルドピッチ、あれキャッチャー相澤はね止めれない、あれなら難しいね、あの止めたらね、もう大ファインプレー、あれでちょっとワイルドピッチャー痛いね。まあ、結局ね、あの点は取られてないんだけど、ちょっと気になる里崎的には。で、中日はね、12回岡林のねさよならっていうところで、まあ、10回裏もねチャンスでファーストゴロでね点取れなかったところ、リベンジ成功ね。でもこのね、岡林のさよなら二塁悩んだ木口、よく取ったね、グップレー。まあ、さよならになったけど、あれ取るもんね、あのあれ取るのはもう菊池しかいない。あれもしツーアウトだったらもう点入ってないからね。そういったところはやっぱいい試合してんのよ、カープは。3連敗しているけど、まあ若干気になったのね、栗林ちょっとあのキャンプオープン戦からちょっと失点ね、来てるっていうところで、まあ自身ねセーブ機会シチュエーション初めて失敗っていうところで、若干気になるのが佐々木的には、あの、まあ、開くね、開いて投げるのはもともとそうなんだけど、若干軸がブレて開いて、ちょっと出どころが、この手のね、リリースポイント、出どころが見やすくなってんじゃないのかなと。だから大島にスリーベース打った時も151キロ出てたけど、だから本人のスピード感表示より、バッターはそんなに速く見えてない可能性あるし、低めの変化球と結構見逃されてるから、まあね、相手打線が慣れてる、来た、2年目だから慣れてきたっていうところもあるけど、若干やっぱ開きが速くなって、ボールがよく見えるから、あの見逃せたり、スピード感ちょっと感じなくなってるような気がするから、ちょっと修正、微調整した方がいいような気がする。里崎的には。そんな気がする。若干開き早い。とか大きい。軸ずれて、こうちょっと後ろ目にね。もともと開いてたんだけどね。それがちょっと大きくなってるような気がするから、そこはちょっと微調整ね、必要なんじゃないのかなと、個人的には思います。4月3日の試合はね、中日柳、完封。9回133球、3安打8三振、2四球無失点と。で、まあ6回裏ね、ワンチャンス。ね、2アウトからビシエド2ベースで、阿部がね、またレフト前。タイムリーで決勝点っていうところでね、もう本当に完璧、エースが抑えて、ね、調子がいい選手が打つっていうね。で、カープはね、まあ9回表ね、ワンアウト一塁で、マクブルーム543ダブルベー、もうここのみだった、チャンスは。ここで1点取れるかどうかで、まあダブルプレーになっちゃったっていうところでね、まあ柳がね、グッドパワー、グッピッチよ。もうこれは仕方ないよ。でもね、カープもね、3連敗してるけど、全く心配する必要なし。もうこれはね、仕方ない。中日がね、ちょっと上回っただけ。もう逆に言うと、カープが3連勝してもおかしくなかった。唯一で言えば、この栗林のね、ところでね、2日の試合、表にね、坂倉の義理で1点取って、まあその後ね、勝ち切りたかったっていうところもあるけども、栗林も人間だから逆転される時もあるけども、ね、試合内容的にはカープはね、全然悪くなかった。仕方ない。ドラゴンズの方が素晴らしく良かっただけ。カープが悪いんじゃない。ドラゴンズが良かっただけ。ドラゴンズ3連勝ね。だからまあ次のカープだね。カープはね、非常にでもいい試合してるとね、佐々木的には思います。カープはね、まあその中でもね、結果中日の3連勝でした。続いて巨人対阪神。4月1日6対5で巨人、2日5対4で巨人、3日9対5で巨人、巨人の3連勝。阪神は開幕9連敗っていうねところになりましたけども、まあね、1日の試合、6対5で巨人ね、先発菅野7回113球7安打9三振、無四球3失点。まあ大城曰くね、調子が悪かったみたい。で、大城のリードで勝たしてやったらしい。ヒーローインタビューで言ってた。でもまあね、この中でやっぱり無四球っていうところが大きかったかな。これもしひょっとしたらあと3つぐらいフォアボール出してたら、ポンポンポンともっと失点してたかもわかんないけども、まあ無四球でね、投げ切れたっていうところが、まあ、悪いなりにね、しっかり、まあバッテリーでね、頑張れたんじゃないのかなと。あとはやっぱりね、初回いきなり、坂本ホームラン、ポランコホームラン、もうこれが大きいね。出だしで、この阪神もね、連敗の中で、これはきつかったね。で、しかもポランコがね、打ちストレートを完璧に打ったんだよね。だからもうこの攻め方ちょっと変えないといけないね。まあ、ずっと打ちさばきが悪かったからね、どんどん打ちインコース投げてたけど、もうあの、石川にシュートをホームラン打ってから、もうかなりインコースのさばきが良くなってるから、あの、ちょっと攻め方考えて変えていかなきゃいけないかなと。
ね、もしこれでポランコが年間通して打ち出したら、もう今年のね、その変革のキーポイントは、石川のシュートをライトにホームラン打った。これがね、キーポイントっていうか、そのね、この今年1年の一番のポイントになる可能性があるホームランだったかなと。で、2回ね、大城がレフトへホームラン。この一発で流れ完全にしたね。本当に大きかった。で、3回吉川のね、ショートゴロファンブル。で、丸2点タイムリーと。またエラーから失点というところで、タイガースはね、こういうところで無駄な失点。で、4回ね、大城ライト前、菅野バンド。で、吉川センター前、ワンアウト1、3塁で菅野が犠牲フライ。ほんで、こういったところできっちりね、1点取っていって、まあ完璧な流れ。で、まあ9回ね、大山のツーランで反撃するのも、やっぱり前半の失点がね、大きかったね。その中で、まあ糸井がね、3打数2安打1打点の、まあ元気っていうね、このベテランが元気。まあ打ってんだけどね、ピッチャーが崩壊しちゃうっていうね。で、まあこの中でね、巨人の中で一番、佐々木的に良かったのはこの試合。桑原。5試合連続。ね。5試合連続じゃないけど、5試合ね。ナイスリリーフ、無失点4ホールド。グッと。こういうリリーフのジョイント。非常にね、いい形。小原。頑張ってるよ。ね。皆さん、覚えてあげて。で、2日、5対4で巨人。というところでね、阪神先発岡が、小川ね、4回3分の1、71球、5安打、3三振、29、5失点と。ね。まあ、前回ね、すごい良かったのよ。この、もうリリースポイントからミットまでもう、こう、ライン引いてんちゃうかっていうぐらいフォームのバランスと、リリースポイント、球の力具合っていうのが非常に良かったけども、この日は前回よりもちょっと軸ずれてて、リリースからミットまでのラインが全く見えなかった。若干お尻に体重かかってこうなったかな。はい。で、まあ、先制してね、ちょっと力んだっていうね、ところも、やっぱ勝たなきゃいけないっていうね、ところもあるかもしれないですね。初回ね、タイガースが、いきなりね、近本、ツーベース打って、中野三振だけど、糸井ね、佐藤がフォアボール、満塁から大山がね、レフトにタイムリーヒット打って、まあ、2点。ちょっとね、これでちょっと力んだ可能性もあるけども、その1回裏にね、坂本、レフトへツーラン。で、2回に丸ね、センター。で、3回ポランコ、ライト、一発構成でね、一気に2点、1点、1点と逆転して、で、まあ、結果的に一番痛かったのが、5回。小川からね、ピッチャー桐敷に代わって、岡本ね、敬遠で2アウト回るよ。で、この中田の押し出し。このね、1点痛かったかなと。4回表にね、近本がタイムリーヒット打って4-3。ここまでまだ接戦。どうなるか分かんないっていうところでね、この5回の裏に、この押し出しの1点。これが一番ちょっと効いたかなっていうね。で、最後ね、9回。追い上げるも。ね。最後、こう9回1点取って、なおもワンアウト、2、3塁からね、まだ糸井が元気。センター前タイムリー打って、ワンアウト一三塁から佐藤テルね、ショートライナーで三塁ランナーが近本、ギャンブルスタートで戻れずダブルプレーで終わりって言って、もうここで一言、連敗中何やってもうまくいかない、やることやること裏目です。まあ、これはね、もう近本仕方ない。だってギャンブルスタートだから、もうそれはライナー行ったらあれは帰れない。あれ帰ったらギャンブルスタートじゃない。だからもう、その代わりゴロだったらセーフになるっていうね、ところでまあ、あれは仕方ないかなと。でもね、ここで一つ言いたいのはね、4番佐藤に言いたい。ね。全球インコース来てる。やっぱ4番だったら、ヒット打てとは言わないけど、ずっと来るんだから、外野フライぐらい、やっぱ打てるようになんないと、やっぱ厳しいよね。あそこを最後まで詰まって全球来てたからね。それはもちろんね、大勢のストレートも強かったけども、あそこは犠牲フライ打ってほしかったね。全球インコースだけにね。まあ、あとは大勢ね。まあ、頑張ってるよ。頑張ってるけども、西球はダメダメ。バットです。まあ、そういったところからね、やっぱこの失点になってくるから、やっぱフォアボールは避けていきたいよね。頑張ってね。で、まあ、この日、戸田。初勝利、グッチ、おめでとう。ね、ここからね、頑張って、いろいろね、中退したりね、怪我もあったりとか、苦しいとこあったけど、頑張って、よく来たと思います。はい。さあ、続いて、4月3日、9対5で巨人っていうところでね、満を持して、ガンケル、先発、ね、来たか、っていうね、ところでしたけども、なんと、いきなりフォアボール連発で、中田に、レフトへ満塁ホームラン、ね、これは、きつい。しかも中押しで、岡本5回ね、ホームラン、ね、これはきつい。で、やっと、6回表にね、糸井がライトへツーラン打ってね、反撃になるんだけども、まあ先発ね、赤星、ね、7回101球、4安打4三振、2四球、2失点と、本当安定感、
グッと。ね。で、ストレート変化球とも制球抜群だね。だからこう、びっくりするような球は正直ないね。でも、すべてのクオリティが平均的よりちょっと高くて、それをすべて自由に操れるっていうところでは、見ててね、安心感あるし、安定感あるなっていうところで、非常に素晴らしいピッチング。まあ、前回もね、いいピッチングしてたけども、リリーフがね、追いつかれて勝ち星なかったけども、今季ね、プロ入り初勝利かな。グッと。ね。で、7回。ね。里崎チェックの問題は7回。ね。5対2、糸井がホームラン打ってね、よし、また終盤行こうぜっていうところで、アルカンタラ、ね。岡本フォアボール。中田三振取るけども、丸フォアボール。ウォーカー三振取るけどもっていうんで、フォアボール連発するんだよ。で、ここでね、小林のセンター前ヒット。キャッチャー打ち出すといいよね。で、その後、で、代打ウィーラー、ね。ショートへのタイムリーな安打。これはね、素晴らしいのはね、小林。グッと、ね。まずね、ファーストリードが、ファーストが後ろ下がってるからね、まあ、セカンドリードでね、ファーストリードが大きい、しっかり取れてる。で、しかも、ウィーラーが打った時のスタートが抜群に良かった。それによってね、セカンド、ね、フォースプレーなんないでセーフになった。このね、小林の走塁、グッと。非常に良かったなと思います。こういったところの積み重ねがね、やっぱ阪神もしていかなきゃいけないんじゃないのかなと。で、このね、ウィーラーの1点の後、吉川が、レフトへ、ポテンヒットで、タイムリー。しかも、ファーストランナー、ウィーラーのダイソー立岡、一気にホーム、グラッと。非常にいい走塁。だから、走塁でもぎ取った、この4点だね。これはね。で、あと、ここでちょっと気になったのが、2ストライク追い込まれた後、吉川もカットカットでね、非常に引きつけてカットカットしてたところを、レフトの糸井が後ろ下がったんだよね。なぜにっていうね。あれ、丸とかだったらまだ話わかるけど、なぜ下がったっていう。吉川、レフトオーバー。まあ、打たないとは言わないけど、追い込まれたあのバッティングでないでしょ。どっちかっていうと、ちょっと前でしょ。あれ、もしくは定位置、一歩前ぐらいでしょ。そしたら取れたと思う。あれ、下がったのが謎だね。まあ、でもね、立岡のナイス、走塁だったと思います。で、8回を9回ね、8回、佐藤輝がね、犠牲フライ。で、9回、木浪ホームラン。で、梅野ホームランでね、まあ追い上げるけども、やっぱり前半のね、失点が痛かったっていうところでね、まあ阪神3連敗して、結果9連敗だけども、もうこういう時はね、もう10得点ぐらい打線が爆発するか、あともうピッチャー完封するか、もうこれぐらいやんないとなかなか止まんないかもわかんないけども、まあ月曜休んでね、火曜日からしっかり頑張ってもらいたいと思います。巨人はね、そういったところの細かいところが非常に良かったと思います。ちょっとね、ビエラ最後心配だね。デラロソンはパッとしないしね。まあその中大勢がいて良かったかなっていう感じのね、3連勝でした。ということでね、結果、巨人の3連勝でした。さあ続いてパリーグ。ね、楽天対ソフトバンク。4月1日、1対0でソフトバンク。そして2日3日の試合は、コロナちょっと感染者陽性者が、多数出て、中止になりました。今計8人ね、則本予告先発回避っていうねところで行われましたけど、急遽先発涌井ね、6回101球1安打7三振3四球1失点、ストレートめちゃくちゃ力強かったね。全ての球種がね、だから生きたね、あのストレートのおかげで急遽先発とは思えないぐらいの素晴らしいピッチングね。結果ね、ソフトバンク4回表柳田にレフトホームラン打たれてね、1対0で負けちゃうんだけど、あのホームランはもう柳田しか無理よ。あれでホームラン打つかっていうね、ぐらいの、もうあの変態ホームラン。もうね。まあでも涌井はね、ナイスピッチングよ。これも打って柳田褒めるしかないよ。ね。で、その中ね、先発、ソフトバンク戦がね、8回116球5安打9三振3四球無失点と、もう完璧です。グッピッチングです。ね。涌井もグッピッチングよ。ね。で、6回裏ね、からの、まあ二塁ランナー山崎、ワンアウト二塁ね。で、ワンバン行ったところをね、回が止めて、山崎走ってね、で、思いっきり走ってね、すぐダッシュして投げてね、三塁アウト。これはね、非常にね、グッと良かったかなと。まあ、回の出足も良かったけど、投げたのはね、長中と半端な長パンだったけども、サードのね、ガルビスがしっかり取ってね、タッチアウト。あれ抜けてたらね、同点になったかもわかんない、1対0。でもね、ここで、一番見逃しちゃいけないのが、このね、俺はこいつを褒めたい。レフト、柳町。カバー行ってたよ。猛ダッシュで。俺、ああいうの好きなのよ。あれもし、だから、万が一冒頭ってもう柳町取ってたかもわかんないね。で、そしてホーム、まあ走ったかどうかわかんないけども、ああいうね、しっかり全力でね、カバー行ってた。非常にね、多分柳町だったと思うんだよね。あれ、うん、柳町で。ナイス。俺、ああいうの好き。あと、ガルビスナイス。回も、思い切って行ったのナイス。でも、一歩間違った冒頭だった。
まあでもそういう紙一重のね試合だったけども、これはもう仕方ないね。まあその中でね、まあコロナ陽性ということで、まあこれはでもね2試合開けないといけないね。最初ね、PCR 検査しても陰性ばっかりだったけど、その後ね症状出てきたっていう。だから感染しても多分すぐ陽性にならないんだよね。2日ぐらい開けて陽性者が出てくるっていうところと、まあその前にね、まあどっちがどっちじゃないし、誰が悪いかもわかんないけどね。で、ロッテもね、楽天と開幕戦して、で、その後ね、コロナ陽性者もいっぱい出てるし、どっちが最初とかじゃないよ。こうやって、こうね、やっぱこの休まないと、その間に潜伏があって、試合して、で、また移っていくと、こう12球団にね、波及していくから、まあこの2試合は仕方ないね。まあしかも俺もね、感染したっていうところもあるし、感染してね、やっぱ肺とかまだちょっとね、呼吸、行き上がったりするから、その、陰性になったとしてもプレイヤーとしてアスリートとして帰れるかどうかの期間が長くなるっていうところもあるんでね、まあ無理しないで、もうここはねゆっくり感染ね、まあ隔離になってると思いますけど、療養してね、療養してね、早く元気に復帰してもらいたいと思います。まあ結果ね1試合でしたけども、1対0でねソフトバンクの勝ちでした。さあ続いてロッテ対西武。4月1日2対1でロッテサヨナラ勝ち、2日8対1でロッテ、3日4対2でロッテ、ロッテの3連勝っていうところになりましたけども、西武はやっぱり山川がいないのが痛いっていうね、試合展開になりましたね。まあ1日ね、2対1でロッテ。ロッテ石川ね、8回103球、4安打1三振、無四球、1デッドボール、1失点と、まあ開幕戦同様ね、ストレートも力強かったし、制球力も変化球、非常に素晴らしかったと思います。グッピッチ。ね。で西武高橋光のね、6回119球、3安打2三振、3四球、1デッドボール、1失点。まあ制球ばらついたけども、しっかり試合作ったというところでは、いい素晴らしいピッチングだったと思います。西武はね、もうね、このお題です。ね。攻守にミス、自滅です。ね。初回、2アウトね、2、3塁から森ね、高橋、コーナーのね縦すら手だけで行ってね、ワイルドピッチ、体で行かなきゃね。でセカンドランナー中村はね本塁狙ってタッチアウトになったけども、ここでねミスで1点先制ロッテはね。で6回表ウネンティセンター前、岸デッドボール、ノーアウト1塁から鈴木のねバント失敗、3号タッチアウトね、佐藤の出足がグッとね。でその後オブレディがね361ダブねダブルプレーというところで、あれもね打球早かったけどもね、しっかり佐藤もねセカンド投げて、ショート藤岡もねちょっと取れたけどね、ナイスカバーっていうところでねダブルプレーで、10回表ピッチャーゲレーロ、ゲンドフォアボール、ジャンセンフォアボール、ノーアウト1塁ウネンティンバンド失敗、またもサファースト佐藤三塁へナイスプレー、早い取ってから早いね、出だしも最高じゃん佐藤俊哉ファースト。でもここでねすっごい気になることがある。6回と10回、この試合解説してたんだけど、ファーストがあんなにチャージしてきてんのに、なんで三塁に狙わへんのやバントっていうね、わざわざなんでファーストにするのっていうね、見えてないんかっていう、あんだけ出てきてんだったら、でしかもまだカウント余裕あるのにもっとサード狙うとかもうちょっと工夫していかないと、無策すぎるね。佐藤の素晴らしさっていうのはあるけど、ライオンズ的には無策すぎるね。まあその中でね、西武のグッドプレーはですね、7回裏2アウト2塁でセカンドランナーね、ダイソー和田で、ね、高部がショートね源田三遊間取って内野安打になったんだけども、ね、和田がオーバーランで源田がねそれを見過ごさず三塁スローで、2塁ランナー和田ね三塁回ったところでタッチアウトっていうね、源田グッドプレーっていうか、三塁コーチャーバーッと止めなきゃ、あれ和田は仕方ない見えてないからね、三塁コーチャーもっとベースベースベースみたいな、止めなきゃ、何普通にスッていってアウトになってる、取るかどうか分かるっしょ見てたらっていうね、ところの三塁コーチはバーッとね。でその後ね8回表に先頭ね、そのナイスプレーの源田が、センターねツーベースで、藤原がポロンチョしてね、エラーで三塁回ってジャンセンがね同点犠牲フライっていうところで、まあこの10回のバンドもそうだけど、この試合はね西武全然勝てた普通にね。でまあその後ね10回裏ノーアウト一塁から源田がねエラーだから、もういいところも悪いところもあったら、まあ源田がエラーするのしかないけど焦ったかな、普通にとって 6-4-3 ダブルプレーだったけどね、藤原の打球若干バットの先だったからちょっと回転してたかなっていうところはあるかもしれないけども、でその後中村がバンドでしっかり送って、こちらはしっかり送るんだよね、しかもファーストのチャージが佐藤に比べた甘いよね。でその後佐藤がね自らセンターへさよならヒット犠牲フライ
ていうところでね、まあ、佐藤祭りっていう試合だったけども、でもね、まあ、勝ったけど、まあ、ちょっと打線のつながりがないね。ロッテも5回6回7回8回と1本出ず、ここで1本普通に出てたら勝ってた。5回もね、ワンアウト1塁で松川ね、6-4-3ダブルプレーで、6回、2アウト1塁佐藤としてはフォアボールで2アウト満塁からレアードサードゴロ、ね、で7回2アウト2塁から、高部がねショート内野安打するけども、先ほど言ったねオーバーランでアウトで、8回2アウト2塁から佐藤としてはね三振っていうところでね、まだ打線のつながりはないね。っていうか、まあミスしてくれて自滅だからね、お題としてはね。さあ続いて、4月2日8対1でロッテというところで、ロッテ二木7回95球5安打4三振1四球無失点、別人ですかっていう。あのストレートはコースに決まるし、フォークなんか変化球は低いし、去年こんな投球見たことないぞっていうぐらい非常に素晴らしいピッチングだった。で逆に西武のね隅田5回90球7安打5三振無四球三振って、まあ、レアードにね一発ホームラン打たれた、チェンジアップちょっと浮いてね一発ホームラン打たれたけど全然悪くないね。これはもうまあそういうのもあるからね、でも投球内容としては非常に良かったと思います。今後もね期待だね。で4回裏ねレアードそのねツーランで、まあここでやっとねレアードも今季初ホームランって一発出たっていうところは安心感あるね。まあちょっとマーティンが復調してこないけどね。で5回裏ワンアウト1、3塁でねマーティン、まあ犠牲フライ、まあこの1点も大きかったね。復調してこないけど、まあこういったところをねしっかりやるっていうところがね、こう調子が上がってくるところだから、この犠牲フライは非常に大きかった。で西武はね、5回外崎ファンブルね、こういうのもね痛いよね。そういったところでそのワンアウトからねその藤原の外崎ファンブルして盗塁して、その後マルティの犠牲フライでね1点つながってるからエラーがね続くっていうね。7回これ1イニングでね四球ねフォアボール連発からね、1、3塁になって、盗塁したところ、ピッチャーカットなのに、大曲がりサインミスで取れないっていうね、まあ取んないんだよね。でそれが抜けていった悪送球になって森のエラー、これどっかで見たなみたいなね、ソフトバンクだったけどもバーッと大バットよ本当に。サインぐらい覚えとこうよ本当ピッチャーの皆さんよ。ピッチャーカットでピッチャー取れへんってもうどこに行くのよボール、キャッチャーからしたら。でその後ね、まあ順を追っていくとよ、ピッチャー大曲がりになって高部フォアボール、藤原フォアボールで中村の時にフォアボールね、でまあ高部がねその間に走塁し、してマーティーワンアウト2からライト前ヒットで満塁で、佐藤俊は犠牲フライで1点取って、でここでね1、3塁レアードの打席でダイソー岡が走ったところでね、その大曲がりのサインミスでねピッチャーカットラインに取らないっていう悪送球でいって、でエチバリアがライト前ヒット、で安田センター前ヒットで、センターの鈴木翔平ホームへ大暴投、高騰すぎるっしょあれはね。でその後ピッチャー戸上に代わってまたフォアボールストレート、戸上ミスばっかりだよ開幕から、いきなり出てきてストレートのフォアボールはバッとよ立崎的には。でその後暴投ねっていう、もう1イニングで何個ミスしてんねやっていうフォアボール含めて、もう彦丸さんだったらこう言うよ。4月2日の試合西武ライオンズはミスの総合勝者やんって言われちゃうよね。でまあ西武がね、まあ勝てるチャンスあったって言ったら初回だね、ちょっと初回二木がねバタついたんだよね。でその時に、まあ、鈴木翔平ライト前ヒット、オグレディセンター前ヒットで、で外崎がね、まあ、見逃し三振しちゃうんだけども、まあ、ここちょっと流れ的に考えたら、まあ、結果論だけどね、バントでも良かったのかなっていうねところあるけども、ここで1点取ってたらひょっとしたらねちょっと流れ自体変わったかもわかんないんで、ここが唯一のポイントかなっていうね、ところはあります。で4月3日の試合ね4対2、ロッテ佐々木朗希中6日影響なかったね、非常にいいピッチング、これでね中6日でいけば本当にね、開幕前から言ってた第三振王のねタイトル取れるんじゃないかっていうね。8回99球、球数も少なく3安打、13奪三振無四球1デッドボール1失点と、でしかも約ね 75% がストライクです、投球の中で、まあ、だから100球とするならば75球がストライクですね。もう上から目線だね、もうビビってないもんね西武打線は。まあ山川森ね外崎いないっていうのもあるけども、もう全然上から目線で投げてる、でストライクももう投げて、まあそこがね対応できなかったっていうのもあるけども、まあねこっからどんどんまだねいけるような感じのねピッチングに見えましたね。で西武ね先発渡辺5回3分の198球4安打1三振7四球3失点と、やっぱちょっとねフォアボールっていうのが7個はさすがにね
多すぎるかなと。まあ、その中でね、よく踏ん張ったからと、逆に3失点でね、まあ、2回裏ね、あのフォアボール出たダンダを藤岡がバントで送って、平沢がねタイムリーヒットっていうところでね、まあね、この中村がねコロナ陽性になって離脱して、このそのね平沢が出たけども、こうやってバックアップの選手がね活躍するっていうのは層を厚くするよね。で6回裏ね、安田またレフト前で藤岡バントで平沢タイムリーの松川タイムリーっていうところで、この2回もそうだし6回もそうだけど、この下位打線で点を取ってるっていうところが非常にねいい形になってるけどもね、まだ打線はまだまだだね。だ結局、初回ね、高部フォアボール、藤原アウトで、マーティンの時ワイルドピッチとフォアボールでチャンス作るも、ワンアウト1、2から佐藤レアードね、アウトアウトっていうところもあるし、3回もね、藤原フォアボール、マーティン三振で佐藤盗塁の時にでフォアボールっていうね、でまたレアード安田アウトと、このフォアボールでね2回、2イニングチャンスくれてもそこで1本出ないっていうところで、まあ打線のつながりはまだ全然悪いね、全体的にはね。でまあね、山川、森、殿崎がね、かけるっていうところは非常にライオンズとしても大きい。投手陣はね、非常に頑張ってると思う。やっぱ打線だね。まあその中で森がね、なんか骨折して、まあ2ヶ月ぐらいかかるんちゃうかっていうところだけども、なんかベンチ裏でね、マスク投げたらしいのよ。で、その動作の中で骨折したらしいのよ。なんか打撲とかボール当たったとか、そういうのじゃなくて、交代した後裏でマスク投げる動作の中で骨折したらしくて、もうね、大バットよ、もう。杉内じゃないんやから、ボコボコタイムにして、あれ俺と福田さんにホームラン打たれて多分腹立ったんだろうと思うけど、そう思う。そういうのはね、本当にプロ野球、もう罰金もんだね。正直ね、今この苦しい状況でチームの柱でタイトルホルダーでもある森がね、そんなことしちゃダメだし、そんなんで怪我しちゃダメだね。プレー中の怪我だったら仕方ないけどもね。これはもう大バットだね。まあもうしてしまったものは仕方ないからね、まあ早く復帰してもらいたいなっていうところはありかけども、結果ね、ロッテの3連勝でした。さあ続いて、オリックス対日本ハム。1日の試合2対0でオリックス、2日7対0でオリックス、3日4対2でオリックス、オリックスの3連勝っていうところになりましたけどね。まあ、1日の試合2対0でオリックス、オリックスね、先発山岡304日ぶりの白星、5回3分の2、82球、4安打7三振、1球無失点と、まあ、制球安定して、特に縦スラ、チェンジアップ、ガッとすごく緩急って今日曲がってたチュワーっていうね、あのスピードのね緩め方っていうところも非常に素晴らしかったかなと。で5回ね、3分の2、2アウト1塁ラン、2アウト1塁でね、で代打清宮で、ここでスパッと交代、ベンチの采配もグッと、ね、でここでね山田が出てて清宮をね三振、この采配も非常に良かったかなと。でね、攻撃面ではね、初回杉本で、5回吉田とね、やっと揃い踏みね、点取ったかなと。まあこのまあ2得点だったけどね、まあしっかりねピッチャーが抑えて、まあ打つ人が打ってね、まあ勝ったっていうところではまあ良かったなと思いますけれども、でもね初回もその後ね1点取ったあの後でまだワンアウト満塁、これでね我らがダブルプレーね、で4回ノーアウト満塁から、伏見がねレフトライナーで、これ今川ナイススローだけども、ちょっとそれててもアウトだから、あ3塁ランナー我らね、あれちゃんと投げてたらもう楽々アウトなのよ。でノーアウト満塁っていうことを考えたら無理するとこじゃないね、あそこもストップでよかったよね、無理に走らなくても。そういった面ではちょっとも攻撃がもったいないね。まあね、4回今川で8回松本の本塁送球っていうのは非常にねグッと素晴らしかったけども、まあ、4回のはね今川も素晴らしかったけど、キャッチャーの氷も褒めてあげたい。ちょっとそれだけどね、しっかりダイビングしてタッチっていうところでは非常に良かったと思うけども、俺はオリックスの攻撃的にはあの4回はね走るべきじゃなかったと個人的には思います。あとね、日本ハム打線の組み替え、ちょっと意図が全く分かんないこの日ね。近藤がねまずお休み、まあ移動ゲームだったから休ませたのかなと、疲れもあるから、でもまだ29歳、バリバリよ、ね、で今打線の中で結果出してたこの日までね、松本そしてアルカンタラが8番9番っていう、ちょっと分かんないね、まあ、結局ね完封されちゃうんだけどね。で1日7対0でねオリックスね、オリックス山本7回108球、5安打8三振1四球無失点と、まあこれね日刊の評論でも書いたんで、ウェブでね佐々木日刊評論でまあ見てもらいたいんだけども、まあ今年のね日本ハムで言うと、まあ初球から積極的に振っていこうっていうところがねモットーなのかもしんないけど、
まあそれはまあね、初球っていうところのねピッチャーの被打率が一番高いっていうところで打ちに行かなきゃいけないんだけどね、何でも打っていいわけじゃないと思うんだよ。しかもストライクゾーン、入りとかファーストストライクの打っていいのは絞ってだからね、絞って積極的に行こうっていうところだから、ワイドゾーンじゃないからね。だから先頭のね、初回松本ね、こんなインハイのボール球振ってどん詰まりのセカンドフライって、もうそんなもうバッテリーからしたら楽で仕方ない。そのまあ積極的に振ってくるっていうのは嫌だけど、何でも振ってくるってもう楽で仕方ない。だって簡単にカウント取れたりアウトになってくれるんだもん。低めとか投げときはボール球でもバンバン振ってくれるし、そういうのって積極的じゃないよね。まあ積極的なんだけど、もうちょっと頭使った方がいいよね。だからこの球種に絞るとか打つ方向絞るとかって言って、その中で積極だから、この試合まあ山本だからね、それは簡単じゃないのよ打つのね。でも簡単じゃないけど、じゃあ簡単じゃないからもう負けるのかって言ったらね、対策練っていくじゃんね。だから俺らの時でも斉藤和美とか松坂とかダルビッシュとかね、岩隈とか投げてきたら対策練っていくじゃんね。でその中で打っていく、まあ相性の良かった人もいれば相性の悪かった人もいるけども、その中でやっぱ何でも振るっていう、もうちょっと頭使ってやっていってベンチもそういう策を練っていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうね、ところはね非常に、感じた試合でもありましたね。正直何でも振ってたらバッテリー全くプレッシャーない、逆にね楽、ボール球で振ってくれるからね。でその中ね7回裏ね問題のシーンが来るんだけど、まあオリックスはね2回の裏にバレラがねタイムリーヒットで先制して、で太田がねタイムリーと2点、取ってくるんだけどね、7回裏にねピッチャー伊藤からね古川に代わってフォアボールで、ノーアウト一塁から後藤俊太がね三塁にセーフティーバンドするんだけども、まあここでね起こったことって言えばね、ファーストのヌニエスがね転んじゃうのよ。で転んでファーストベースに帰れなくて、まあアルカンタラがファーストベースに入りきれないんだよね、遅くてね、あれもうちょっと来なきゃいけないよねってなった時に、サードのね浅間が誰もいないのにファーストに投げちゃって、でそれが大きく悪送球になってノーアウト一三塁になるんだけども、まあ転ぶとは思わないけど、見ていなかったらやめなきゃいけないよね、もしくはアルカンタに合わせて投げなきゃいけないよね。だからそのいうところでこのね、まあ、この時思ったのが、キャンプからねマルチポジションいろんなポジションね、やってるけども、それは非常にいいことなんだよ。それは一つのポジションより複数ポジションを守れた方がチームとしてもいろんな起用法できるし、選手としても自分の出場機会を増やすっていうところではマルチポジションっていうのは非常にいいんだけど、できるっていうのと守れるっていうのは全然違うからね。できるっていうのはそれ誰でもできるんだよね、でも本当に守れんのかって言った時に、そこはねやっぱりそのもっと集中して、もっと鍛錬して反復練習してできるようになって、いろんなミスをしないように準備観察プレーっていうところをしなきゃいけないっていうところでは、まあ守れ、こういったミスはね技術以前の問題、確認とかの問題だから、そのプレーね投げる打つとかそういうんじゃないから、そういったところはもうちょっとちゃんとしていかないと、正直ね無駄な点だね。で結局その後太田フォアボールで若月三振取るけども、福田がねライトへタイムリー、宗タイムリーで、紅林、吉田、杉本犠牲フライっていうところで一気に5点でね、で山本はもうね投げるつもりだったけどお役御免で引っ込んで、7対0っていう完璧なアウトっていうところではね、守備のミスっていうところはちょっとそういうとこ防いでいかないとなかなか厳しいなっていう試合展開でしたね。で4月3日、4対2で、オリックスっていうところでしたけども、オリックス宮城ね6回119球6安打8三振1つのフォアボール2失点と、まあ球数多くなったけども、まあ前回ね言いましたけども、やっぱりね心配なしなんだよ、いい感じで、投げれたと思います。で日本ハムカーンね6回96球3安打3三振2球1失点、まあ、勝負ね勝敗つかなかったけども、試合を作って非常にね良、かったと思います。まあ、その中でね4回今川のねホームランっていうところでね、先制するんだけども、5回の裏にね3ボール1ストライクから佐野がねレフトへ同点ホームランね、今川も佐野もグッて、でも佐野ごめんなさいね、まさかホームラン打つとは思わなかったね、びっくりよ。でも非常に大きなホームランになったね。で、まあ、ここでね、まあ、このホームランにびっくりなんだけど、もうもっとびっくりなプレーがあるのよ。それはね3回表ね、石ファーストへの内野安打、万波ライトへのツーベースで
ノーアウト2、3塁で近藤センターフライで帰ってこなくて、ワンアウト2、3塁で佐藤の打席ね、セカンドハーフライナーが飛んでセカンドの音が取れなくてショートにこぼすんだよね。でショートにこぼしたやつをファーストに投げるんだけども、ファーストバレラがファーストに入ってないんだよ。どうしたんや、バーッとおかしいやん、入ってないってどういうこと。さっきの話じゃないけど、できると守れるは違うのよ。外国人選手よくどこでもできるって言うんだけどさ、守れる、なんで入ってる、動き分かんないの。あれはもう大バットよ本当に。でもっと大バットなのがセカンドランナー万波、どうしたんやっていう。まずね、一番の問題点は、まあその後ね、まあこうプレーの完結まで言うと、その後万波が飛び出して、あの打った佐藤はファーストセーフなんだけど、飛び出してでサードランナーの石は止まってたから挟まれてアウトになったんだよね。だからファースト踏んでたらもうチェンジだったんだけどね。でもこのね、まずバレラがもう悪いんだけど、もう一人悪いのはね、セカンドランナーの万波、ハーフライナーなのに、しかも前で怒ってる、前進守備引いてるからね、ハーフライナーなのになぜ飛び出す。あれもし取ってたらダブルプレーで終わってたよ。だから三塁ランナー石井がもう正解、ハーフライナーだからそれは止まるよね。だって走ったらアウトになっちゃうんだもんね。あれゴロだったらまだわかるよ。まあゴロでもまだもうわかんないけどね。この前だってサードランナーアルカンタラで、セカンドランナー清水で、アルカンタラ走ってないのに清水が飛び出して挟まれたみたいなもあるけど、やったばっかりなのにチームとしてそこを意思の疎通してないのかなって思うぐらい、この前だったからね。でまずハーフライナーでなぜ飛び出したっていう、アウトカウント間違えたかっていう、それと意思の疎通できてないんかっていう、ベンチとね、三塁コーチも含めてで飛び出してっていうね。だからサードランナー石井だけが正解だったと思う。だからこうどうしたんやっていうね、今の説明聞いて何が起きたか確認できる人はそのプレー確認してきてください。もういろいろおかしいね。あとショート紅林よくカバーしてね、グッとね。でまあ多くの皆さんのね問題点で言えば、まあ、8回裏ね、ピッチャー宮西になって代打ね、福田ね、レフトへポテンヒットからの盗塁、グッと。これね、初球走ったの、牽制入ったよ、牽制入ったけど初球走ったのが素晴らしいね。でその後宗のねセンターフライでタッチアップで三塁行って、で紅林がねスリーボールワンストライクになった時に申告敬遠、これももう最後まで言うね、後で説明、申告敬遠して、で吉田の時にで紅林が盗塁でワンアウト二三塁になって、でスリーボールなったけど、そこから勝負してセンター前2点タイムリーで、まあ、4対2、ね、決勝点になってオリックスが勝つんだけども、まあ、セカンドね水野ね、まあ、バウンド合わせずね取れなかったけども、まあ、あれ取っててもホームはセーフだね。だから勝ち越し点は入ってたんだけど、まあ、これもまた謎なんだよね。紅林のが3番、今4番杉本、吉田で5番杉本なんだけども、紅林をスリーボールワンストライクで申告敬遠して吉田勝負、左対左だけどそんな吉田は苦にしないよっていうところで、この申告敬遠は謎だったね。でもこれをもしポジティブに捉えるとしたら、もう1点勝負だから1点やらないようにしてんだと、じゃあ吉田でダブルプレーで終わろうとしてんだっていうところで、なぜ紅林に盗塁 でキャッチャーノースローなのっていう、それだったら盗塁もケアしなきゃいけないのに簡単に走られるんだよね。で、あ、ファースト空いた、じゃあ1点勝負なんだったらもう満塁策だよねって考えた、普通考えるよねってなった時に、3ボール0ストライクから敬遠しないで勝負して、結果的にセンター前ヒット打たれて2点取られてんのよ。全くよく分かんなかったね、意図としては、何がやりたいのか。だからもう俺が凡人すぎて、ビッグボスのとかベンチの采配が、意図がもう俺は分からないのかもしれないけども、解説者としては全く分かんなかった。まず紅林で申告敬遠するのが理解できない、宮西で、そこ勝負でよかったんじゃんっていう、犠牲フライでも1点じゃんっていう。でもポジティブに考えて、1点勝負だから1点もやりたくないんだったら、なんで盗塁はノースローなだし、で吉田が3ボールになったらそこは敬遠しないのかが、もうほんと謎だったね。だから1日の打順も含めて正直何がしたいんか分かんなかったね。で北山がこうまた投げてね、あ、北山抑えじゃないんだっていうね、
ところもあるし、もうそれだったら紅林の時右に変えたらよかったんちゃうみたいなね、あのもうありえないけどね、宮西出してでそのまま堀とかもいるしね、よくもう何がないんやよく分かんなかったね、その何が勝つための作戦なのか、勝つためにやってんのか、勝つためにはやってなくてまだ何かそこに意図が、勝つとか以前の意図があるのか、解説者として俺が無能なのかもしれないけどちょっとよく分かんなかったね。でまあね、会見しないで広報づてにミスが多いとこうなるってね言ったけど、俺はもうベンチも含めてそうじゃないのっていうね、あのセカンドランナー飛び出しとか同じこと何回もやってるからねっていうのが個人的な感想ですね。皆さんはどう思いますか？さすが的にはこんな感じですということで、結果オリックスの3連勝でした。さあということで最後にベストライン発表しましょう。パリーグからピッチャーソフトバンク千賀今季初勝利、キャッチャーロッテ佐藤俊也本物になれるか、ファーストソフトバンク中村晃固め打ち、セカンドソフトバンク三森一番定着なるか、サードロッテ安田村上に負けるな、ショート西武源田孤軍奮闘、レフト日本ハム松本帝京魂、センター日本ハム近藤安定感、ライトソフトバンク柳田変態打ちホームラン、 DH ロッテレアードやっと復調今季初ホームラン。続いてセリーグです。セリーグピッチャー中日柳完封一番乗り、キャッチャー中日木下連勝の立て役者やっと打ったね、ファースト DeNA 佐野打ちまくり、セカンド中日阿部勝負強い、サード阪神大山まだまだ9連敗、佐々木は2002年ロッテで11連敗6連敗ぐらいでファーム行きましたけど、ショート巨人坂本本当に怪我してんの、レフト広島西川一軍定着、センター中日大島打って走って完璧です、ライトヤクルトサンタナ忘れてないよ、はい、ということでね、ベスト9発表しましたけども、あのベスト9はですね、里崎があの独断と偏見で選ぶっていう、打ってるから選ばれるわけでもないし、あの何か里崎の記憶に残ったら選ばれるっていう方式でやってますので、皆さんは皆さんのベストラインを選んでくださいということでね、月曜日お送りしましたけども、まあね、次のカードどうなっていくのかね、阪神は、連敗を脱出するのかね、ロッテオリックスは3連勝で勢いに乗ってきたけどどうなるのか、楽天はねチームとして大丈夫なのかね、これ以上増えないのかっていうね、いろんな心配ありますけどもね、今週もプロ野球楽しんでいきましょうということで、佐々木智也総チェック月曜日終わりです。皆さん長い間ご視聴ね、最後までご覧になっていただいて皆さんありがとうございました。さよなら。